ごはんちゃんの体も良くなったみてえだし、みんなに顔を見せてくるといいだ。無天老師様も心配してたべ。わかった、僕ちょっと行ってくるよ。ずっと怖え目にあってたんだし、気晴らしにいろんなとこに行ってくるといいだよ。うん、ありがとうお母さん。用事が済んだら遅くならねえうちに帰るんだぞ。帰ったら早速勉強しなくちゃなんねえし。うん、そうだね。カメハウスのみんなに元気になったこと伝えなくちゃ。ありがとうございます。じゃあな。おーい、おーい。ん、この声は。おーい、聞こえるか。はい、聞こえています。確か海王様ですよね。そうじゃ、孫悟空の息子よ、よく聞け。近くに大きな悪の気を感じるぞ。気をつけるんじゃ。わかりました、用心します。海王様が言った通りだ。近くに大きな悪の気を感じる。こいつ浮いてるぞ。君、危ないぞ。そいつから離れるんだ。僕は大丈夫です。早く逃げてください。この中で感じたことのない凶悪な気だ。ご飯よ。はい。お父さんとここに来てからいろんなことがあったな。こんにちは、亀仙人さん。お、ご飯か。
すっかり元気になったようじゃな。はい。あれ、他の方たちはいないんですか？うん、ちょっと人探しに出て行ってんな。人探し？ランチさんという以前うちに居候しとった女の人はいるんじゃが、最近とんと頼りがなくての、天津飯を追いかけて出て行っただけに、サイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってな。それでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが。何かあったんですか？さっきテレビを見とったら、西の都の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。じゃから西の都に行ってもらうためにクリリンたちの帰りを待っとるんじゃよ。そうなんですね。じゃあ僕が探しに行きましょうか。おお、それは助かるわい。ランチさんはとびきりの美人での、パーマがかかったボリュームのある青い髪をしておる。それからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。グフフフ、思い出すだけでたまらんわい。おほん、性格はおっとりしてマイペースな人じゃ。おっとりしてマイペースな人です。わかりました、探してみます。くんじゃねえ。やめてください。ん、青い髪だし格好も聞いていたのと同じだ。あの人がランチさんかな。なんか揉めてるみたいだけど。てめえら俺をなめてんのか。出すもん出しやがるって言ってんだよ。そんなこと言われても。な、何のことやら。蜂の巣にされねえとわかんねえみてえだな。いけない、ランチさん危ない、やめや。のくせにめちゃくちゃ強えじゃねえか。孫悟空みてえなやつだな。え、なんでお父さんのこと知って。
悟空のガキだと？なら、なんで俺の邪魔すんだよ。あいつらは俺の大事な地図を盗みやがったんだぞ。え？本当ですか？その…いい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてるとドタマ打ち抜くぞ。じゃないんですか？え？ランチは俺だ。え？でも青い髪だって。いろいろ事情があるんだよ。ほら早く地図を出しやがれ。はい。そのこれで許してもらえます？うるせえ。死にたくなきゃとっとと失せやがれ。ふざけた奴らだったぜ。とにかく地図が戻ってきたぞ。すいませんでした。そんなことはもうどうでもいいんだよ。この地図さえありゃあいつの家がわかるんだからな。あいつ？アンニャロー修行であちこち移動してるからな。人捨てに探してたんだ。そうなんですね。今度こそ俺に惚れさせてやるぜ。よし待ってろよ。行っちゃった。とりあえず亀仙人さんに報告しなきゃ。ランチさんは見つかったんですけど、どこかに行ってしまいました。え？ランチさんならさっき帰ってきたぞ。え？でも…あら？今呼びました？え？あら、あなたが亀仙人さんが言っていた悟空さんの息子さんね。はじめまして、私ランチって言います。あなたがランチさんなんですか？さっき会ったのは金髪の人でしたけど。ああ、それはもう一人の私ですね。私、くしゃみをすると性格が入れ替わっちゃうみたいで、髪の色も変わるみたいなんです。え？性格が変わるんですか？そうなんですよ。体質なんでしょうかね。体質って言葉で片付けていいのかな。あ、そうか。ご飯にはこのことを伝え忘れとったわい。すまんすまん。ところで、もう一人の私が何かご迷惑をかけたりしていませんか？いえ。でも人を探すって言ってたから、まさかここにいるとは思わなくて驚きました。そうなんですね。私も気がついたら西の都のそばにいて、状況がわからなくて、とりあえずここに戻ってきたんです。そうなんですね。そうだ、もう一人の私がお世話になったみたいですし、よかったら料理を食べていきませんか？久しぶりに腕を振るおうと思ってまして。うん、せっかくや、一緒に食べていくといい。はい。おい、